藤田哲也は日本、アメリカ合衆国の気象学者。出身地は日本の福岡県菊群、曽根村である。ダウンバーストとトルネードの研究における世界的権威として知られ、その優れた業績からミスタートルネード、ドクタートルネードとも称された。また観測実験で得た難解な数式なども見やすい立体図などの図解にしてしまうことから、 気象界のディズニーとも呼ばれていた。藤田が渡米した当時、トルネードが多く発生するアメリカにおいて、発生の回数は記録されていたが、その規模等は記録されていなかった。そこで、藤田は、ミズーリ州カンザスシティの気象予報センター長であった、アラン・ピアソンと共に、トルネードによる建物の破壊の程度などからその最大風速を推定する方法を考案し、藤田、 ピアソントルネードスケールとして提唱した。この F スケールは国立気象局で1973年から採用され、現在では国際的な基準として広く用いられている。上記のような素晴らしい業績を収めたことから、もしもノーベル賞に気象部門があったなら受賞は間違いないだろうと言われていた。藤田は多くのトルネードを分析した結果、 トルネードが発生するには、まず親雲が存在することが前提条件であると考えた。そして、親雲から発生した渦が地形と気象との関連により、地上に達成したとき、トルネードとして発生することを推論し、この発生メカニズムを実験室で再現してみせた。百四十七年八月十四日、明治専門学校の助教授事、セフリ山頂所の観測で、 大谷和夫所長と助手の3人で、雷雲の観測を実施。セフリ山麓の南西から強い雷雲が吹き上げ、山頂上空に達すると、20メートル毎秒以上の強風が吹き、気圧計が大きく変金することを観測した。速攻所の実機計が捉えた風と、気圧変化のデータを分析して、上昇気流に乗って空高く発達した雷雲の、下部、 セフリ山頂の高さに今まで知られなかった下降気流があることを検証した。福岡県と佐賀県県境のセフリ山の米軍レーダーサイトにあったコミステバからシカゴ大教授のホレスバイヤーズによるサンダーストームプロジェクトのレポートを空前拾った。同教授宛てに自分の研究内容の一部を送付したところ、同教授から研究内容と才能を見出され、同大学に招聘される。 当時、藤田は、セフリア山で雷などの観測、研究を行うことがあった。また、1975年に、ジョン・ f ケネディ国際空港で、イースタン航空66便着陸失敗事故が発生した際、当初この事故は、パイロットの操縦ミスが原因であるとの結論が出た。しかし、それに、納得のいかなかった航空会社が藤田に、 事故原因の再調査を依頼した。これに関して、藤田は空港付近でごく短い時間に強い下降気流が発生したことを突き止め、その発生プロセスを解明し、旅客機の墜落はこのダウンバーストに起因すると指摘した。その後、ダウンバーストはドップラーレーダーを使用することで、事前にある程度の予測が可能であることを立証し、世界各地の空港にドップラーレーダーが 配備されるようになった。君二等随法賞を受賞。日本気象学会の最高の名誉である、藤原賞を受賞。ミスタートルネード藤田哲也世界の空を救った男、佐々木健一著文芸春秋館、2017年6月19日。ありがとうございます。